こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。昨日の夕飯です。昨日は子供たちがね、大好きな唐揚げでした。あのね、めっちゃ短い動画ですまずね、これあれだ、味噌汁の準備をしてる。このね、どんこしいたけがね、すごい美味しい肉厚で、これね、大分県産だったかな、美味しかった、美味しかった。うん、私ね、きのこ大好きなんですよ。いい出汁も出るしね、すごい肉厚で美味しいでした。で、だしパックをポイって入れます。このだしパックは何だったかな、忘れちゃった。これ鶏もも肉がだいたい 800g です。これをね、食べやすい大きさに切ってビニール袋にポイって入れます。もうね、あの下味とかはビニール袋です。洗い物を増やさない増やさないようにね。で、案外ね、ビニール袋の方がね、しっかり味がつかる気がする。でね、分量はこれ 800g、 だいたい 800g の分量です。でね、うちはニンニクが好きだからね、結構たっぷり入れてます。そして袋の上から余白に揉み込んで、ニンニクとか生姜がほら、あのどっかに一塊になってない、ならないように余白に揉み込んで、空気を抜いて袋の口を縛って、しばらく置きます。うちはね、もうだいたいね、半日ぐらいいつも置いてます。でね、揚げていきます。揚げ衣は片栗粉と米粉を1対1の割合です。で、油の温度は180度。でね、片栗粉と米粉を1対1の割合で揚げるとね、カラッとサクッと揚がってね、美味しいですよ。で、蓋をしてね、3分揚げます。すごいね、ボコ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 激しい音がするけど大丈夫ですよ。で、ほら、どんどんね、蒸気も出てくるけど大丈夫。ただね、ストーブ以外のお鍋でこの蓋をしてあげたことはなかったです。はい、カラッとサクッとジューシーに揚がりました。もうね、800g とかあっという間ですね。これから子どもたちが大きくなったら何キロあげればよかったやろうかい、いやね、私いつもこの入れるとき5本箸これの方がね、ちゃんと的にね、落ちてくれるからいいんだ。でね、昨日はね、こんな感じの夕飯でした。ね、子供もね、大好きだから、もりもりいっぱい食べました。よかったです。うん。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので、概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえると、なお嬉しいです。以上です。ではでは、バイバイ。